おはようございます。釣り子 TV です。お正月最高。ねえ。どうしてもね、買いたくてもなかなかね、買えなかったですね。ダヴィンチのニューサイズ、これ、150。ね。お正月の初売りでね、一つ買うことができました。で、カラーはね、こんな感じの。背中がピンクのね、綺麗な色を選んでみましたけども、ダヴィンチ150出ましたね。プロトタイプはもうかなり前から存在していたんじゃないかなと思うんですけども、キープキャストとかのね、ダヴィンチブースとかにね、確か、まあ、こんなのもゆくゆくは考えてるよ、みたいな感じで参考でね、確かね、この150サイズっていうのね、存在はしていたはずなんですよね。で、なかなか出ないな、まだかな、まだかな、と思ったら、2022年の後半にね、いよいよ発売開始っていうことで、なかなかね、売ってるタイミングに合わせることができなくて買えなかったんですけども、まあ、釣り具屋さんがね、お正月の初売り用とかにね、結構、なんだろう、置いといたのかな、うまいことね、買うことができました。ちなみにね、御徒町のキーポンでね、初売りの時にね、買うことができましたよ。いつもね、三角くじとかでね、楽しんだりしてるんですけども、こういった目玉ルアーもね、元旦の日に、いっぱい並んでいたんで、まあね、買うことができたと。はい、まあまあまあ、そんな、ところですが、早速ね、どんな感じのルアーかね、見ていきたいと思います。まず、ダヴィンチといえば、このパッケージからもうね、かっちょいいよねっていうね。裏に結構細かい説明もいっぱい書いてありそうですね。まず、じゃあ、ちょっとね、開けていきますね。ダヴィンチの、150。よいしょー。これ伝わるかな？すごい綺麗なんですよね。ただ、背中にピンクが吹いてあるっていう感じじゃなくて、この絶妙な、この感じ、うまく撮れてるかな？めっちゃ綺麗なんですよね、塗装のこの。ああ、ここのところとか、わかりますかね？背中にただ B じゃなくて、この感じですよ、この感じ。すげえな、これ。いや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 。来ましたね、ダヴィンチ。まあ、通常使いだと、ここにね、結んで、なんていうかね、こう、ツイストロールアクションみたいな、この独特な、見たことないようなね、こういった形の接続のジョイント部が、こう S 字軌道とかっていうわけではなくて、こうね、すごいこう、なんだろう、ツイストロールアクションっていうのかな。独特な、まあ、ダヴィンチアクションをね、ここに、まず結ぶとね、ただ巻きでしてくれちゃうんですね。これによって、まあ、シーバスなんかで使うことが多いですけども、あれここ魚いないのかなっていうね、魚いなくてもダヴィンチだったら釣れるっていうね、そんな感じの釣れっぷりをしてくれるんですよね。そう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 。いや、これ今日ないよねっていうタイミングでも、なんかダヴィンチを投げると魚がいなかったようなとこから嘘のようにね、こう湧き出てきて、そしてバイトに至るっていうね、そんな感じの、まあ、ダヴィンチのね、独特なロールアクション、それがまずここに結ぶと出て、でここにね、バイブレーションアイみたいなのがありますよね。でここに結ぶと、こうね、なんかね、そのツイストロールがさらにこうピッチの細かい感じのこうバイブレーションみたいな感じでブーっていう感じでね、巻いてこれるんです。まあ通常だとフローティングみたいな設定なんで、ここのアイを使うときは自分はまあちょっとね、ウェイトシールとかを貼って、で、ブーッ、フー、ブーッ、フーっていう、ただ、ストレート巻きっていうよりも、こう、上げて下げて、上げて下げて、その時にツイストロールさして、ツイストロールさして、
そんでもってね、バイトを誘発するみたいな、そういう使い方の時にここの愛を使うんですけども、こっちの愛で使う時より若干こう重り張ってなくてもここの愛を使うとですね、ちょっと下のレンジをね、引いてくることができるんで、魚がトップレンジよりちょっと下目だとよく食うんだよなっていう印象があるときにはもうね、あんまり考えずにこっちの、バイブレーションアイにしてね投げると、またやっぱり魚が湧き出てくるっていうね、そんな感じの使い分けですかね。うん、まあなんか本当好みによってその人のこだわりによってね、どっち使うかっていう、まあその場ですぐねスナップとかだとね付け替えることができるんで、基本は、こっち側ね、ちょっとあれ釣れねえなーっていう時とかにこっちとかをね、使うと自分なんかはよく釣れております。で裏にねこう説明書きが専用に書かれていたので、ちょっと、見てみたいと思います。これはただのダウンサイズではない、小さな巨人スモールダヴィンチがついに、降臨。ダヴィンチ独自の、2つの愛で、ねじれるツイストロールアクションとレンジを攻める先行するバイブレーションアクションを生み出すコンパクトになったボディサイズは、キャストアキュラシーに、優れ、ハイピッチなアクションでフィールドの魚にテンポよくアプローチすることができる。ダヴィンチ150でも、ダビスト調法は健在。振り子アクションが生み出す水押しと、フラッシング効果で深いレンジのモンスターフィッシュを引き寄せる。はい。とまあそんなような感じのことがね、裏には書いてありますが、まあね小さな巨人ということでね、まあでもね実際ね去年なんかね本当シーバスねでかいルアーで釣るのが大変でね、何なんですかね、2022シーズンはね本当まあこういったサイズ感、まあ他のメーカーのルアーですけども。178とか190よりも小さいサイズ感のルアーを投げるとなんかね魚がよく反応してくれるっていう、そういうタイミングがね非常に多くて、まあドンピシャなタイミングでねこの150が手に入ったらもうそれはそれでね大活躍してくれたんじゃないかななんていうふうに思いますけども、なんかブーブーの影響でほんとねルアーがでかい方にでかい方にね、こう進んでいったね、それがこうまあ自然界の雰囲気でね、いやーちょっとそれでかいかな今年はみたいな感じでね、ほんとね反応が悪い時があるんですよ。なんかね、この白パターンなんかも。そういった時に、この手の、まあ、イワシ食い、の中でもマックス使えるサイズみたいなルアーがね、タックルボックスに仕込まれているとね、ほんとね、まあ、よく釣れるっていうことで。で、ちょっとね、サイズをね、いろいろ見ていきたいと思いますが、まず一番最初に出たダヴィンチと並べてみると、まあ、こんな感じですね。これが、190のサイズで良かったと思うんですけども、これはねエレメンツと釣りジャンキーがね、コラボしているスペシャルカラーですね。コンスタントギーゴってカラーでいいと思うんですけども、ほんとこのカラー大好きなんですよね。まさかワイズさんのところからスペシャルモデルで出るとは、これのこれも欲しいよねってね、ぜひね作ってもらえたら嬉しいなって思うんですけども、やっぱりね、こうやって並べてみるとだいぶ150ってなるとねコンパクトになってくるんだなっていうのがわかるんじゃないかなってね。なんか数字以上に持った感じはね、ダヴィンチってこうなんていうか面積がこう広いルアーだから、その150と190のほんとねサイズ以上のなんか違いが感じられるなっていうね、そんな印象ですね。だいぶコンパクトになりましたね。はい、これがまあ190と並べてみてって感じなんですけども、240、まあこれはだいぶねやっぱ違って見えてきますね。これね、ダヴィンチのまあ、今のところ最大サイズの、240ですけども、使い込んでね、このカラーもめっちゃ釣ったな。こうね、
ブラックカラー買うとですね、このブラックのね、下地にこういうね、キラキラカラーが隠れているんで、使うごとにね、こう、釣れるごとにどんどんね、このブラックカラーってね、育っていくんですよね。だから大好きな、カラーなんですけども、まあ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 、ちょっと今日はね、150なんで、並べてみるとこんな感じ。ね。240はさっきも言ったようにこういった面積が大きいルアーなんで、数字以上に今度やっぱりでっかく見えるんですよね。すんごいね、アピール力も高いですし、でっかいね、印象になるんですが、まあただよく釣れるルアーなんです。これもね、もう何匹釣ったかわかんないね。とうとう釣ってますけども、まあ並べるとこんな感じ。で、ちなみにね、これはね、こういう感じで結構ね、ダヴィンチってね、いろいろチューニングしても遊べるよってルアーなんで、結構ね、重りは自分はね、多めに張っちゃってます。ね。これによって、まあ、張るところなんかはね、まあ、好きなところでいいと思うんですけども、まあ、アクションをちょっと控えめにしたりとか、あと下のレンジを攻めたいな、みたいな感じで、こう、ビーってね、重り張って、で、こんぐらい張ると、こう、先行していくようになるんで、そこで、こう、ブルーッ、フー、ブルーッ、フーっていう感じのね、ダビスト、まあ、ダビストってちょっと違うのかな。ダビストはやっぱりこういう感じで、重りを張って、で、こう、ちょん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 ってこう、やることによって、ブラックバスがね、すごい食い上げてくるっていう釣り方みたいなんですけども、まあ結構ね、こんな感じで重り張っております。まあで、サイズの比較で言うと、こう、ちょっと、こういう感じですね。ああ。だいぶね、小型になったなっていう感じで、まあ、下でこう並べてみると、最大サイズ、オリジナルサイズ、そして150サイズ、釣れそうですね。まあ動きはね、本当魚が好きな動きみたいなので、改め持ってね、登場したこれはまあ一個はね、買っておいたら絶対ね、餌的に使えるルアーだと思うんで、まあ自分もね、なんとかね、お正月のセールで一つ買うことができたんですけども、兄貴たちにね、負けない活躍をしてくれるんではないかなとね、期待しております。まあシーバスで使う機会が多いけど、このサイズ感だったらブラックバスでもね、改めてちょっとダヴィンチいろいろね、なタイミングで投げてみようかなっていうふうにね、思います。まあ乞うご期待ということで、実況動画の方もどんどん作っていきたいと思います。はい、というわけで本日の釣り講 TV はこちら、エレメンツからね、新しく登場したダヴィンチの最新サイズ、ダヴィンチ150、これを開封してみてよって、こういった動画でした。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。